1>, 1日州軍は、朝鮮民主主義人民共和国平安北道の軍。水豊ダムがある。暴力港のほとりに位置する軍であり、対岸は中華人民共和国領名称、関連満足自治権である。水豊ダムの停滞は、水豊労働者区にある。日本統治時代に建設された水豊ダムにより、1日州軍は、工業、漁業、交通の重要な拠点となっている。 一遊、六郎者尺、十八里を管轄する。古代、王力公園岸のこの地は、高栗の領域であった。高麗時代の1018年、ネイ作県の名で呼ばれていた、この地が解消され、追い州の地名が登場する。朝鮮王朝時代初期には、亀州遺北が追い州軍に編成され、1413年には、追い州都州府に昇格した。 15世紀には軍に降格されて追立側軍となった時期もあるが間もなく都歩府に服し王朝北辺の拠点として重要な地位に留まった。建設中の水豊かダム1895年朝鮮王朝末期に行われた行政区画の再編によって義衆不追立衆軍となり1896年に平安北道に属した。 王力港をせき止める水豊かダムは1937年に着工し、1943年に完工した。ダム建設のため、定州から鉄道平北線が建設され、1938年に水豊かまで開通している。ダム周辺の開発も進められ、1943年には下流の新城から対岸の関元県を結ぶ王力港、 第二の鉄道橋が建設された。水豊ダムの停滞下流側に位置する青水道は義州郡広坪面の一部であったが、1944年5月10日、青水道及び一日州郡旧局面新豊道、道、A 豊道は一日州郡に属する青水流となった。1945年8月時点で平安北道一日州郡は一流。 7面から構成されていた。1952年12月、北朝鮮の行政区画再編により、従来の1日州軍南東部を大立軍として分離し、青水面、作州面、究極面、水豊か面からなる1日州軍が再編された。またこの時、西隣の義州軍では、東部の高壺面一帯が分割され、新城軍として分割されている。 1953年、青水労働尺などが新城軍に移管された。朝鮮戦争中は水豊かダムが攻撃目標となった。朝鮮と中国を結ぶ新城大橋は爆撃を受けて破壊されている。1974年、新城軍が廃止され、義州軍、朔州軍に分割編入されている。この時、王緑公園岸の工業地帯である。 清志上や砂壺労働者区、南社労働者区などが1日州軍に編入された。旧清城軍域は、現在の1日州軍域の西部を構成する地域である。一優、10労働者区、18里から構成されている。この節の出典清城軍編集ありがとうございます。